宮本徹君。宮本君日本共産党の宮本徹です。安倍後援会主催の桜を見る会前夜祭の費用について、安倍事務所が多額の補填を認め、特捜部が捜査をしております。まあ、補填がです、ね、事実ならば、公選法、そしてまた政治資金規正法違反ということになっていくわけであります。そして安倍,総安倍前総理はです、ね、国会で 1>, 1年にわたって虚偽答弁を繰り返してきたということになります、まさにですね、民主主義を揺るがす事態だと言わなければなりません。そして菅総理もです、ね、官房長官として、安倍前総理を擁護する答弁をこの場で繰り返してまいりました、その責任は極めて重大だと言わなければならないと思います。総理ね、総理の責任でこの問題を真相解明する必要があると思いますが、いかがですか。 内閣総理大臣、菅義偉君いずれにせよ、今、お尋ねいただいている点は、捜査が行われていると,いことを報じられているところであり、捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、お答えは控えます、はい、いやね、<本>捜査してるか分からないけど、国会でずーっと問題になってきた問題じゃないですか。総理自身の答弁だって、嘘を説明してきたって話なんですよ。 大体この問題の解明に消極的な姿勢を見ると、菅総理ご自身も何か後ろめたいことがあるんじゃないかと、勘ぐられることにです、ね、なりますよ。この桜見る会の問題、もともとですね、昨年の5月に、一番初めですね、私と当時官房長官だった菅さんで質問をやったの、これが始まりだったわけですよ。そして当初から隠蔽、文書の廃棄、虚偽答弁がですね、重ねられてきた。そのくがです、ね 今回の事態とということであります、まあ、菅総理がです、ね、解明に後ろ向きだったら、国会としてですね、安倍前総理に来ていただくしかないということになります。委員長、真相解明のために、安倍前総理の承認幹部をお願いいたします理事会で承認をさせていただきますどうぞ、えー。コロナ対策について伺います。まあ感染が 急激に進んでおります重症患者が過去最多ということになっております病院でのクラスターも続き医療崩壊の危機が迫っている地域もありますそしてこの感染拡大について日本医師会の中川会長は GoTo 事業はきっかけだったとこう発言をされましたところがですね、菅総理は私たち野党が GoTo 事業の見直しを求めてきたにもかかわらずこの間本会議などでも 自ら見見直すす姿勢は見せてこなかったわけであります総理、GoTo 事業を見直さないまま、ここまで感染を広げてきたことについて、ご自身の反省はありますか総理,す総理の反省ですよ。総理の反省が内閣総理大臣、菅義偉君。まず、GoTo を行っている中で、 約 4, 延べ4000万人以上の方々が利用して、感染者は約180名ということであります。先週の専門家の分科会の提言において、GoTo トラベルが感染拡大の主要な原因であるとのエビデンスは現在のところは存在しないとされています。今お話ありました中川会長もエビデンスは ないといいとととうここを申し上げていることを私も報道で知っていますですから、この感染拡大を防ぎながら、地域の経済を支えするこの GoTo キャンペーンというのは、この今日の拡大と直結はしてない、このように考えます宮本徹君。 いやですねきっかけになったということを、ですね中川会長もおっしゃってる、そしてエビデンスはないということをおっしゃいますけれども、厚労省のアドバイザリーボードの中でも、ですね GoTo に東京が加わった10月以降、感染が広がっている県が増えていると、今、これは佐読中の論文だから、まだ佐読が済んでない論文だけども、途中経過だということで、委員の先生からですね資料も出されているわけですよ。 査読が終わって、エビデンスが出てから、これを見直そうってなったら、手遅れになるんですよ、そういう認識がですね、大変深刻ですよ。人の移動がなければ、そもそもです、ね、ウイルスは全国に広がりません。感染系の脇田所長ご自身、10月から GoTo トラベルの対象に東京発着の旅行が追加されましたが、感染が収まりきっていませんでした。東京の無症状者や軽症者が他の地域へ動けば、感染拡大の可能性は高くなります。 道内の感染状況を加速させた可能性があります。こうインタビューで述べられているわけであります。そしてですね、えー、先週コロナの分科会は短期集中三週間で局面を変えようということを提言されました。感染拡大地域での営業時間短縮やゴートゥー事業の見直しへ、政府の英断を心からお願いとこう提言されております。 そして尾身会長は、見直しはできるだけ早く、こうおっしゃいました。ところが政府はですね、都道府県の判断に責任を丸投げをしている事態、ようやく決まったのは札幌市と大阪市の除外のみということであります。昨夜、厚労省のアドバイザリーボードの会議が行われました。このままの状況が続けば、 通常の医療で助けられる命が助けられなくなる大変厳しい評価をされております昨日昨夜のアドバイザリーボードの報告は総理受けてますよね確認だけ内閣総理大臣菅義偉君、えー、受けております宮本徹君ならば同じ認識でお話しさせていただきたいと思いますがそこでですね。 医療提供体制が厳しい地域として、北海道、関東圏、関西圏、中部圏を挙げて、強い対策を、えー、求められております。英断が求められているのは知事じゃないんですよ、政府なんですよ、菅総理なんですよ、のろのろのろの,ろのほんとしているのはです、ね、国民の命を守る最高責任者としての危機感が欠、ね、けてるんじゃないですか。総理でしょう 西村国務大臣お答え申し上げますあのステージ3に入ってきつつあるということを、20日の日に分科会で提言をいただき、そしてその地域、まあ北海、今おっしゃったような地域が入っているものですから、私ども特に感染者の増加が見られる北海道、大阪府、それぞれの知事と、私も、 その日からもう毎日のように、毎日何度も連絡を取りながら、地域の状況を一番分かっておられるのは知事でありますから、病床の状況、感染者の状況、知事の意向を尊重しながら、ですねそして情報を共有しながら、私ども提言を受けて、最終的に、知事としてはですねそれぞれの事業者、関係者との調整、自治体との調整もあるわけであります。そそしてその上で 昨晩に札幌市と大阪市を停止をするということを決めさせていただいたわけであります。今後もです、ね、それぞれの都道府県知事と連携をして、しっかりと対策を講じていきたいというふうに考えております宮本徹君。札幌と大阪市をです、ね、外しただけで事態が変わるなんて国民の多くは思ってないですよ。中途半端なやり方でいったら、感染拡大は一層加速しますよ。 そして分科会の皆さんも、そうすると、後の経済へのダメージはより大きくなると言ってるわけですよ。今、局面変えないと、観光業などの皆さんの一番の限りは年末年始なんですよ。年末年始にもっと感染拡大が広がる事態になったら、そこでもっと強い対策を取らなければいけなくなる。よほど経済のことを考えても、今が大事なんだという認識を、私は持たなければいけないと思いますよ。そして 今回ですね、この GoTo トラベルの見直しも、感染拡大地域の目的地を、について、目的地になるのは外すけれども、出発地はいいというのが政府の立場で、これは知事会、おかしいじゃないかということで、声も上げていらっしゃいます。事業者の皆さんにはです、ね、支援を別の形でしっかり行うことを前提に、出発地となった場合でも、感染拡大地域は外すという英断がです、ね、必要なんじゃないですか、総理。 西村国務大臣これまでも何度も答弁をわれわれ、仲間からも、仲間閣僚からもしておりますけれども、GoTo トラベル自体で、ですね何かその地域で感染者を拡大をさせているということはないわけであります。陽性者は出ておりますけれども、陽性者は出ておりますが、そこで旅館やホテルや観光施設で、 拡大させているという報告は受けておりません。えー、受けておりません。ただ、一定のレベルに行った地域については、一定のレベル感染者の数,数あるいは病床の逼迫度、これが一定のレベルに行けば、正しい行動であっても制約しなきゃいけない段階があるわけであります。これをそのまま放っておくとですね、ステージ4の緊急事態宣言を視野に入れた段階になりますから、その前のステージ3の段階で 措置を講じて、感染防止策が仮に徹底されている行動であっても、一定の制約がかかってくると、それによって感染者数を減らし、ですね医療体制を守らなきゃいけない、そういう段階があるわけであります、その段階になっているわけでありまして、これが分科会の報告でも、北海道、札幌、それから大阪府の大阪市、このあたりを我々数字たのを見ながらですね判断をしてきたわけであります。その上で、えー その地域や、ね、医療も逼迫しているということで、そこに人が訪れることによって、まあ、いろんな活動が起こって、そこでさらに感染者が増えて、それでさらに医療が逼迫することは抑えていかなきゃいけないと、そして先ほど厚労大臣も答弁ありましたけれども、出発の方はそれぞれの地域の事情がありますので、そこはそれぞれの事情を見ながら、また判断をしていくわけでありますし、また今申し上げたように、 行くことによって感染が広げていくという、そういう事例は報告を受けてないということで、こういう判断をしているところであります宮本徹君。いやね、ちゃんとあの担当大臣なんだから、アドバイスで暴冒で言われてることを受け止めた方がいいと思いますよ。感染拡大の要因として、昨日も人の移動の増加っていうことが書かれてるじゃないですか。だから今 営業時間の短縮だとか、いろんなことも含めてです、ねやる、やらなきゃいけないところはやろうじゃないかということを、そして短期集中的にやって、年末年始はですね、もうちょっと感染が抑えられた状況で迎えられるようにしようと、これがです、ね、専門家の皆さんの大事な提言ですよ、この GoTo キャンペーンと乖離した生活を送っているのが医療関係者の皆さんであります。コロナ対応ののの激務の上勤務上勤外も厳格な行動制限されております会食の自粛 旅行は届け出制にしている、こういう話も伺っております。相当なストレスが続、ね、いていて、一方、医療機関がまだ届いていないところもです、ね、多数あるわけであります。もう疲れたと離、離職される方もです、ね、いらっしゃる。まあ GoTo 事業を見直して、感染拡大をしっかり抑えていくという姿勢を政府が取ることが、私は医療関係者の皆さんの精神的な支えにもなっていくと思いますよ。 その点強く申し上げておきたいと思います。最後にですね、あの求められるのは医療への支援であります。えー、コロナ患者がですね急速に増える中、えー、またまた医療がですね、えー、収入面からもですね大変不安な声が上がっております。またですねコロナ患者を受け入れていない病院は本当にですね減収のままで補填もないままが。 いいているわけであります最後ですね、総理にです、ね、医療機関に対して、減収分やかかり増しの経費については、全部国が責任を持つと、必要な財政的支援はさらに行っていくんだと、このメッセージをしっかり発していただきたいと思いますが、いか,がですか内閣総理大臣、菅義偉君医療機関においては、患者数の減少による収入の減少などが見られることは承知しております。 感染症対策の徹底を促し、地域医療の継続を行うことは極めて重要なことでありますから、これまで約3兆円の支援を実施してきました。またこのほかに、過去に例のない最大減収12ヶ月分を上限とする無利子・無担保などの危機対応融資も実施してきました。一方で、こうした支援が現場の医療機関に十分に行き届いていない、こういう指摘もあります現実にそうだと思います。 まずは一刻も早く支援が医療現場に届くように全力を挙げたいと思います併せて引き続き国民の皆さんに必要な地域医療が確保できるように感染状況や地域の医療実態等を踏まえ必要な取り組み支援検討していきたいと思います時間になりましたので終わります終わりましたはい これにて宮本君の質疑は終了いたしました。次に